千原美里千原美里の作品みのり千原ライブツアー2010シング・オール・ラブみのり千原ライブツアー2010シング・オール・ラブは2010年4月10日から2010年5月30日まで開催された千原美里のライブツアーまたその模様を収録した映像作品である2010年11月10日にグロリヘブンから DVD とブルーレイディスクが 2010年11月3日に Abex Planning and Development からライブ写真集が発売された。2010年4月10日から2010年5月30日にかけて行われたライブツアーミノリチュハラライブツアー2010シングルオールラブの日本武道館で行われた2010年5月30日の公演の模様を収録。ディスクは 二枚組の構成となっており、ライブ本編とメイキング映像、そして、ブルーレイディスクには、千原本人とプロデューサー斉藤茂、マネージャー瀬野大輔による、オーディオコメンタリーが収録されている。本作の発売を引っ下げて2010年11月10日から11月15日まで、秋葉原ゲーマーズ本店にて、衣装、パネル展示会が開催され、実際にライブツアーで、 かやはらが使用していた衣装が展示された。また、衣装一つ一つに手書きの曲紹介があったのでかやはらは感激したと語っている。発売日当日のオリコンデイリー音楽 DVD チャートで8位、2010年11月22日付のオリコン週間音楽 DVD チャートで10位を獲得し、自身のライブビデオとしては初のトップ10入りを果たした。 ディスク1ディスク2特典映像バックステージアットザ、武道館 5.1ch、サラウンドオーディオコメンタリー当初は2010年10月27日に発売予定であったが、印刷工程でのトラブルが起こりすり直しを行うため、発売が2010年11月3日に変更された。内容は2010年5月30日に日本武道館で行われた東京公演の ライブ公演の模様、舞台裏、リハーサル風景などが収録されている。また、茅原がデビューを果たした2003年から発売当時までの年表も収録されている。本作は、半径が B4 サイズになっており、B4 にした理由について、茅原は一生に一度しかない記念の写真集なので、ファンにライブ当日の臨場感を伝えたくこのサイズにした。 と語っている。公演当日の衣装公演当日の衣装公演当日の衣装ライブ名は、ミノリチュハラライブツアー2010シング・オール・ラブ。2010年1月1日にライブツアーの開催が発表された。また、本ツアーの抱負として、かやはらは、ありのままの自分で勝負していくという意識で臨んだが、最終的には、 自身が思ってた以上に自分をさらけ出してたツアーになっていると実感したと語っている。当初は14公演開催予定だったが、2010年4月3日に新規バスタジオコーストにて開催された、千原美里のラジオマイナリズムの公開録音にて、追加公演の日本武道館公演を発表した。また、茅原チームにとって、日本武道館のライブ公演は一つの目標であり、 自身も武道館のステージに立つのが一つの目標であったと語っている。本、ライブツアーでは、かや原のライブツアー初のツアートラックが、全国のライブ会場周辺を走っており、ライブグッズでは、ツアートラックのミニカーが制作された。また、ツイッター上で、同トラックを引っ提げた、写真投稿企画が開催された。ツアー初日は、 シング・オール・ラブ収録の新曲を初めてライブで歌ったのでドキドキしていたという。栃木公演時には、茅原の父から、生まれ故郷に錦を飾れというメールが来たという。また、自分が生まれた地でのライブだったので感激したと語っている。覚醒フィラメント歌唱時に、サビの部分の、ハーハヘクタールのコールレスポンスが、客席から返されて嬉しかったという。 追加公演の日本武道館公演は、ライブ開始直前までいろいろな葛藤があったが、ステージに立った直後からは、今までのライブ通り落ち着いた気持ちで歌えたという。また、公演日である、2010年5月30日を一生、忘れないと語っている。公演ごとに、メドレー曲、アンコール曲の2曲目の内容が異なった。詳しくは、メドレー曲、アンコール曲を参照。 会場のライトが消えた後、ファイナルモラトリアムのインストが流れ赤いドレスをまとった、かやはらが、ステージに登場し、武道館行くぜー、と叫び、ライブが開始した。その後、プラダイスロスとフレームが続いた後に、最初の MC が始まりライブの挨拶をした。MC 後、衣装の装着替えが行われ白と水色を基調とした、ドレス姿で登場し、 フォーリングヘブンズ・ナウ、ラブ・メディッシン、T42 を歌唱後 MC が始まり、バンドメンバーの紹介が行われた。また、追加公演以外では、ストリングスは大先生質屋だけで行ってきたが、追加公演は、ストリングス隊の、東道坊彦、伊藤彩、島岡智子、結城隆弘が参加している。その後、2010年2月6日に公開された、劇場版。 鈴宮春日の消失の話題になり、茅原演じる、長戸雪のラストシーンの、ありがとうというセリフは、茅原の長戸雪に対する、ありがとうという気持ちを込めたことを明かした。優しい忘却の歌唱は1コーラスは、劇場版のエンディングテーマとして使用された、アカペラバージョンである、優しい忘却ソノリティマイナスとして歌ったが、2番からは、 バンド演奏が加わるという演出を行った。次曲は追加公演以外の公演では、純白サンクチュアリーが歌唱されていたが、本公演では、雪、無音、窓辺にて、が歌唱された。また、茅原のライブツアーで、キャラクターソングが歌唱されるのは、初のことである。公演前の会場には、純白サンクチュアリー、 用の白いサイリウムが茅原には内密に観客に配られており、後に事情を知った茅原は,は驚いたと語っている。バンドメンバーの演奏が行われた後、ステージの後方から紫の長いドレスを着た茅原が登場し、孤独の結晶を歌唱し、その後の雨音のベールでは唯一のマイクスタンドを使用した演出を行った。桜ピアス。 プレシャスワンの歌唱後の MC で、本ツアーでは必ず紫の衣装を作りたかったことを、明石萱原自身も紫の衣装が一番のお気に入りであると語った。また、この衣装はライブ DVD のパッケージ写真に使用されている。ラッシュマーチのインストが流れた直後、萱原がバックステージに下がった後、 紫の衣装の長いドレス部分を取ったミニスカート衣装で登場し、ミノリチュハラライブツアー2009パレードから、茅原のライブでは定番になっているフラッグを使用した演出を行った。また、同曲歌唱時の衣装がライブブルーレイのスリーブパッケージ写真に使用されている。本ツアーでは各会場ごとにメドレーを組んでおり、本公演では計3曲をメドレーで歌唱したが、 追加公演では全ツアーで歌唱したメドレー曲9曲を歌唱した。バンドメンバーの2回目の演奏後、黒を基調とした衣装で登場し、あのマンドアジタートを歌唱し、その後の MC で観客とコールレスポンスをし、君がくれたあの日、書きかけのデスティニー、愛とナイフ、覚醒フィラメントを連続で歌唱した。また、覚醒フィラメントのサビ部分の、ハーハヘクタールは、 コールレスポンスが行われた。その後、自曲がラストであることを明かした後、茅原が、夢の武道館、一生忘れません。本当にありがとう。ミサト2010.5、30と、直筆で書いた銀色のテープが放出され、パーフェクトエネルギー歌唱後ステージを去った。アンコール後、追加公演限定で販売されたツアー T シャツを着用した茅原が登場し、 2010年のカウントダウンライブミノリチュハラカウントダウンライブ2009から2010で2010年を迎えてから1曲目に歌われたトゥモローズチャンスを歌いコンタクトサーティーンスを歌唱したまたアンコールに曲目も会場ごとで曲目が変わったがメドレー曲とは違い本公演で歌われた曲は歌わず1曲だけの歌唱となったその後の MC では ライブの感想、フリーダムドリーマーの発売決定、実りチュハラライブ2010サマーキャンプにの開催の報告、今までの心境を語った後スタッフ、バンドメンバーへの感謝の言葉を言った後に、武道館は夢のステージであったが、ゴールではなく、最高の通過点であると語り、自身が作詞した、シング・フォーユーを歌唱し、かやはらが、実り、 千原ファーストライブツアー2008コンタクトからライブの締めに行っているみんな大好きという言葉でライブは締められたこの記事は以下のカテゴリーでも参照できますみのり千原ライブツアー2010シングオールラブライブ DVD ブルーレイに関するカテゴリーみのり千原ラライブツアー2010シングオールラブライブフォトブックに関するカテゴリーありがとうございます